住まいに入れなくて困っている人がいるから助けましょうというのが法案の趣旨ですよね。経済無策による30年、そして賃金も上がらない、そんな中で公営住宅が減らされているからですね。国際的に見て極端に低い住宅分野への支出を、30年の経済不況、そしてコロナと物価高、また高齢化を考えればですね、公営住宅の果たす役割は大きくなる一方なんです。なのにこの公営住宅が減っている、控除は一体どこに行ったんだ。国や自治体が自ら住居を確保してこの国に生きる人々を救う、これが政治の責任じゃありませんか。皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。今回は5月29日の国土交通委員会の質疑に立ってくださった櫛渕麻里さんをご紹介したいんですけど、櫛渕さんのえんじ色のジャケットが素敵で、すごく目を引く一方で、えんじ色では収まらないぐらいに櫛渕さん真っ赤に燃えていました。住宅確保、要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法案が議題っていうことで、今後少子高齢化で単身世帯が増加して持ち家率の低下が進んでいく中で、生まれる高齢者や低所得者の国民を要配慮者というそうなんですけど、この要配慮者がこれまでより安心して居住できる環境にすることが表向きの法案の背景なんですけど、要配慮者の住宅に関するセーフティーネット強化であるかに見えて、実はそうではなくて、これまでより公的サポートを弱くして自助・共助を促す自己責任論を促進する法案であることを櫛渕さんが明らかにしていくんですね。現在全国で90万戸、10年間で今よりプラス10万戸のセーフティーネット住宅を整備すると国交省は目標を掲げているんですけど、住める住宅はあっても実際に要配慮者のような人が住める住宅が空いてるのかどうかを東京都だけで調べると一個も空いていないことが分かって、国交省は一方的に住宅は用意はするけど要配慮者が実際にどのぐらい住宅に入れているかを把握する努力を全くしてないんですよね。表向きそういう法案を掲げているにもかかわらず、さらには公営住宅の新規供給数の激減ぶりと公営住宅を望む人の 16.9 倍っていう倍率の高さ、そして30年間欧米と比べて日本だけ、世界各国と比較した30年の GDP データ同様に住宅分野への政府からの支出が少なすぎる現実にも驚かされたんですけど、沖縄の比嘉さん曰く、国土交通利権でググってみてもいっぱい検索で出てくるんですけど、国交省のポジションは10年以上連続で公明党の議員が握る通例の利権になっているようで、相も変わらずの質疑に対する答弁になっていない答弁。一番ひどかったのが櫛渕さんの質疑の一部をそのまんま繰り返した時ですね。櫛渕さんの質疑を聞いてないか、ペーパーをそのまま読むことしかできないのかのどちらか、あるいは両方だと思うんですけど、国民目線であることなどとうに忘れた公明党斉藤大臣に一切の妥協なく攻めの姿勢で国民目線を突きつける櫛渕さんの9分間の質疑、そして反対討論にご注目ください。次に櫛渕麻里さん。以上、櫛渕さん。れいわ新選組の櫛渕麻里です。この法案は一見しますと弱い立場にある人のための住宅政策が前に進むかのように思われるんですが、実際は住まいを確保する公的責任、特に公営住宅の強化を曖昧にし、高齢者や低所得者層にもですね、住まいは自分で探せという市場万能論、自己責任論をさらに強化しかねないと危惧いたします。よって単体の立場から質問いたします。まず法案の目指すべき目標についてです。国交省は住宅の供給戸数を施行後10年間で10万戸としています。しかしこうした何戸の住まいを整備したという供給者目線、大家目線ではなく、何人の困っている人が住まいを確保できたのか、
という需要者目線、困窮者目線の目標が必要ではないでしょうか。足元の状況を見てみます。インターネットのセーフティーネット住宅情報提供システムを開きますと、全国の総登録戸数は90万7280戸とそれなりにあるように見えるんですね。しかし本当に困った人が使えているのか。例えば資料1、東京都は5万2352戸と結構多いんですけれども、現在空き室は1583戸と一気に減り、そこからセーフティーネット専用住宅に絞り、お風呂やトイレに手すりのあるバリアフリーで、さらに連帯保証人を不要とする、こうした条件で探すとなんと0戸なんです。つまり高齢者で困窮者向けのバリアフリーで連帯保証人不要の住宅は5万件以上登録されている東京都ですら1件も空いていないんです。実際法案の質疑に関して生活困窮者を支える MPO の方と意見交換をしましたが、登録戸数は多いが空いていないので実質的に使えないという声がありました。全国居住支援法人協議会が20年度に行った調査でもですね、法人が支援をした入居先を見ると登録住宅はわずか 1.2% です。8割以上は一般の民間賃貸住宅が占めているんですね。今のセーフティーネット住宅があまり機能していないのに、さらに居住サポート住宅の供給戸数を10年間で10万戸という目標を立てても、それは机上の空論で芸術的に意味がありません。需要者目線であるかどうかについて大臣は参議院の質疑でこう述べています。大家さんは要配慮者であるかの確認を行っていない。国交省としても報告を求めることは困難だから入居者数は分からないと答弁されています。大臣にお伺いいたします。少なくとも10万戸という目標を掲げ、税金で改修費も出す居住サポート住宅については、どれだけの要配慮者が入居できたか把握する必要があると思いますが、いかがでしょうか。居住サポート住宅においては、ICT を活用した安否確認や訪問による緩やかな見守り、福祉サービスへのつなぎを行うこととしております。国土交通省としては10年間で10万戸を一つの目安として、これを実現することを目指したいと考えております。この10万戸の考え方は、老朽化による借家の建て替えや配偶者の死別によって居住等が必要な高齢者など、今後住まいの確保が困難になる要配慮者のうち、大家に入居を断られる割合や入居中のサポートが必要な方の割合を考慮して推計したものでございますが、このような推計をしてこの把握をしていきたいと思っております。渋内真理さん。問題はですね、誰のための法案なのかということだと思うんです。目の前に困っている人がいる、住まいに入れなくて困っている人がいるから助けましょうというのが法案の趣旨ですよね。それなのにその数を把握したり検証したりしないというのは、法案の根本が成り立たないんではないでしょうか。国交省は登録事業者に報告をまとめ求められるのですから、どれだけ困っている人がセーフティーネット住宅に入れるのか、それを把握すべきです。生活困窮者の支援団体からも口々に言われているのは、これまでの検証が十分になされていないという声であり、それよりもむしろ公営住宅を増やすべきという指摘に対してしっかり耳を傾けていただきたいと思います。公営住宅については前回2017年の法改正の時、参議院国土交通委員会では以下のような付帯決議が付されています。本法による住宅セーフティネット機能の強化と合わせ、公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅政策についても引き続き着実な推進に努めること、公開付されているんですね。しかし資料に現状をご覧ください。右側、全国の公営住宅の新規供給数を見ると、今から30年前、1995年には2万4000戸だったのが、2021年はたった385戸、なんと 1.6% に激減しています。新規供給が減っているばかりか、全体の戸数ですら減っている。これ公営住宅への入居希望が減っているからではありません。左側、実際東京都では公営住宅の応募倍率は 16.9 倍と非常に高くなっています。経済無策による30年、そして賃金も上がらない、そんな中で公営住宅が減らされているからですね。しかも付帯決議があったにもかかわらず、全国の2017年の公営住宅管理戸数は約216万2000戸だったのに対して、2021年は約213万3000戸と、逆に3万戸も減少しています。
大臣にお伺いします。なぜ新規供給を大幅に減らし全体の戸数も減らしているのかご説明ください。また前回法改正の付帯決議に従っていると言えるか合わせてお伺いいたします。先ほどの初めの質問についてでございますが、そういう形で全体を把握していきたいと思いますが、一つ一つ正確に把握することがなぜ難しいかといいますと、今回このセーフティーネット登録住宅は要配慮者であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅であることから、大家さんとしては入居時にあえて要配慮者であるかどうかの確認をすることができないためでございます。このことはご理解をいただきたいと思います。そして先ほどの質問でございますが、公営住宅は住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を確保する住宅セーフティーネットの根幹をなすものでございます。全国の地方公共団体が管理している公営住宅の総戸数は令和4年3月末現在で約213万戸であり、平成17年度で約219万戸をピークとして少しずつ減少している傾向にございます。地方公共団体においては人口減少など地域の今後の人口動向や厳しい行財政事情を踏まえつつ、公営住宅のストックの状況等を勘案し、改修や建て替えを含めて適切に公営住宅の整備管理を行っていくものと、このように考えております。渋内真理さん、大家さんが要配慮者を把握してないから、だから国交省が、登録事業者に報告を求めてくださいと申し上げているんですね。30年の経済不況、そしてコロナと物価高、また高齢化を考えればですね、公営住宅の果たす役割は大きくなる一方なんです。なのにこの公営住宅が減っているこの現状を深く反省していただきたいと思います。次に、資料3見てください。欧米と比べて日本だけ住宅分野の公的支出は GDP 比 0.1% に届かないレベルで推移し、この30年ですね、日本だけまるで地を這うように低いことがこのグラフで分かります。恥ずかしくありませんか、大臣。そのために何が起こっているか。住まいの貧困で家がない、行き場がない、そういう人方々が増え、生活困窮者の NPO がずっとサポート続けてますが、寒波の額も人も追いつかない状況が生まれています。本来行政がやるべき仕事を民間に押し付けているというのが実態です。れいわ新選組は公約で住まいは権利こと掲げています。市場を中心に民間賃貸住宅に居住するのを支援するのではなくて、公営住宅の拡充に舵を切り、国や自治体が自ら住居を確保してこの国に生きる人々を救う、これが政治の責任じゃありませんか。憲法25条、健康で文化的な最低限度の生活を保障しています。控除は一体どこに行ったんだ。それはこのグラフからも明らかじゃありませんか。まず住まいを確保する公的責任を明確にしていただきたいと思います。なお問題はいろいろありますが、最後に家主側の問題についてもお伺いします。法案では居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する際、家賃の代理納付が原則、居住支援法人の業務に残置物の処理が追加となりました。厚労省にお伺いします。生活保護受給者が何らかの理由で月の途中で支給停止になった場合、残りの期間の家賃相当分を家主から自治体に返還する必要がありますか。また家主が残置物の処理を行ったとき、その費用の弁償を自治体などに求めることは可能でしょうか。同様の問題は無料定額宿泊所でも発生していますので、合わせてお答えください。時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。はい、お答えいたします。2点いただきました。生活保護受給者のですね、保護が停廃止になった場合にはですね、居住サポート住宅や無料定額宿泊所に入居してた場合含めですね、生活保護受給者が家主の賃貸借契約等により、停廃止後のですね、家賃を負担する必要がない場合には、家主に代理納付された住宅扶助費のうち停廃止後の家賃については家主から返還していただくことが想定されます。一方でですね、生活保護受給者が家主との賃貸借契約等によりですね、停廃止後の家賃も負担する必要がある場合にはですね、1ヶ月分というですね、限度内においてですね、家賃をですね、受け取ることができるということになっています。また残置物につきましてはですね、残置物の処理については保護費を受給することに関してですね、処理をすることはできないということになっております。はい、何らかの理由で支給が停止された場合には家主の負担はあるというお答えでした。大家さんの安心も十分に確保できてないじゃないですか。
それも含めて、重ねてですね、住宅を確保する、その公的責任を強く求め、私の質問を終わります。これにて本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので、これを許します。櫛渕麻里さん。委員長。櫛渕さん。令和新選組の櫛渕麻里です。会派を代表して今回の住宅セーフティネット法の一部改正案に反対の立場から討論いたします。反対する理由は、先ほどの質疑の中でも述べたとおり、住まいを確保する責任と、特に公営住宅の強化を曖昧にし、高齢者や低所得者層にも住まいは自分で探せという市場万能論、自己責任論をさらに強化しかねないからです。今回の法改正ですが、肝心の立法事実はどうなっているんでしょうか。今日の質疑で明らかになったのは、セーフティーネット住宅への要配慮者のこれまでの入居者数という、この法案の存在意義に関わる重要な数字すら政府は把握していない事実でした。また現行のセーフティーネット住宅は、要配慮者が求めている条件を満たす物件はほとんど空いていません。現場で奮闘している MPO からも、空いていないので実質的に使えないとの声が上がっています。要配慮者の入居者数が分からず、登録が多いだけで空いていないセーフティーネット住宅の現状を放置したまま、さらに居住サポート住宅10万戸という目標を掲げることは、まさに供給者目線でしかなく、肝心の需要者、困っている人を置き去りにしているとしか言えません。そもそも前回の法改正の時、公営住宅の推進に努めることとの付帯決議がついたはずです。しかし公営住宅の戸数は当時より逆に減少しています。このことを考えれば、この付帯決議は守られていません。国会の国権の最高機関を愚弄するばかりか、国民、特に要配慮者の意思を無視している政府に法改正を提案する資格はありません。この25年で所得の中央値は131万円も低下しています。日本の貧困率は 15.4%、 6人に1人が貧困状態。コロナ前ですら生活が苦しいと答えた人は 54.4%、 一人親世帯では 86.7% に上ります。そこに戦争による物価高が追い打ちをかけ、実質賃金は24ヶ月連続で減少。この状況で、住まいは自分で探せ、政府は民間を支援するとして国の責任から逃げ、自己責任論をさらに強化するのは憲法25条の生存権の侵害です。令和新選組は、住まいは権利を公約として掲げています。国際的に見て極端に低い住宅分野への支出を積極財政で増やし、減らされ続けてきた公営住宅を拡充する政策に転換、さらに家賃補助を行うことで国民の生存権を守るべきだ、そのことを申し上げ、それが含まれない今回の法改正には明確に反対であるということを述べまして、反対討論を終わります。これにて討論は終局いたしました。